今回は昨日から来場祭が営まれ、昨夜未明に無事に終わり、ようやく新米が食べれるのでルカにも味わってもらうことにしました。新米はもう届いてあるので米袋を開けてみます。なんだか輝いています。ルカも気になるようで、何事かとやってきました。ご飯を炊いている間、ルカが神妙な面持ちで待っています。お知らせですが、スマホを買い替えたので、すでにお気づきの方もいると思いますが、今回から映像が綺麗になりました。ご飯が炊き上がりました。ツヤがあってとても美味しそうです。私もなんだかテンションが上がってきました。それではルカに食べてもらいましょう。まずはお座りして、どうぞ召し上がれ。美味しそうに食べてますね。あ、うっかりスヌードをつけるのを忘れてしまったので、耳毛に新米がついてしまいました。ペロリと平らげました。来年は災害もなく五穀豊穣、豊作になるといいですね。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。